あ、これいきますよ、はい、埼玉県世界の、あ、またこれひどい。その顔やめてください。僕汗かきます。ラジオネームでだってね、僕らこんなの来ないもん。なんすか、世界のへこ期待。いや、それは違う。信じられない。それは僕じゃない、絶対。貧困法制も何もない。ちょっとそれは違いますね。僕じゃないと思う。と思います？はい。こんばんは。はい。私は毎日、加藤純一さんの個人放送を欠かさず聞いているものです。ちょっとやっぱレベル下がるんですかね。僕の放送聞いてるとちょっと頭悪くなるんですかね。自分で言ってるもんだって。お前隠せよ、それ。うまいことなんかうまいことしろよ。最近加藤さんが頻繁に山田さんをネタにしております。あ、そうなんですよ。かっこほぼ悪口のようなものです。違う。お久しぶりにお会いするということで、山田さんから一言言ってあげてください。悪口言ってんのか。いや、言ってないですよ。すげえな、これ。いいところをやっぱり伝えるには、悪いところも伝えないと、真実味がなくなってしまうと思って。出た。訴えるぞ、ほんと。いや、違います。でも本当に。結構悪口言ってると思います。ほら本当ですか、大石さん。加藤純一くんは目上の人に兄貴ってつけたらいいと思ってました。僕、山田さんのこと兄貴って言ってますけど。それはいいじゃないですか。それ、新助さん方式じゃん、それ。そう。兄貴ってつけたらいくらでも悪いこと言っていいみたいな。そうだよ。本当に親しみを込めて僕は山田さんのこと兄貴って。信じられないわ、もう。山田の兄貴って呼んでます。僕は個人放送では山田の兄貴って呼んでますけど。待って、これ加藤さん最強のグループみたいにさ、俺もファミリーみたいになってんじゃん。だから僕のピラミッドの最上級にいるのは山田さんですよ。やめてくれよ、これ。山田さんの。いやいや、この若手が納得してるわけないの。絶対そうです。大ボスが俺なわけない。僕はもう公言してますから。千葉県、ラジオネーム、いつも眠たいドラ。で、あとあれだ、またこの音声を勝手に YouTube に上げんじゃねえぞ、お前ら。本当に。絶対あげるだろ。ちゃんとリスク管理できてますね。そうなんだよ。はい、でもこれ今、実は逆にあげろっていうフラグでもあるからね。そういうふうにも見てくれました。好きに使ってくれよ、もう。はい、好きに使って好きに訴えられてしまう。ということで、じゃあ改めて最後になりますが、はい、じゃあね、メッセージを純ちゃんいただけますか、うん、聞いてくれたね、皆さんに。あ、はい、ですね、ちょっと久しぶりに、出演させてもらって、ね、ラジアンのリスナーの、手厳しい、お言葉もいただきまして、またちょっと背筋がピリッと伸びました。これからもまたね、頑張って呼んでいただけるように、僕自身も頑張りたいと思います。ありがとうございました。じゃあ来週再来週もお願いします。はい、よろしくお願いします。大石さんもお願いします。はい。